ちょっとずつ明日が明るくなりますように。こうやってね、海外でお客さんが入って試合が進んでる、嬉しいですね。棚橋博史にとってこのベルトは未来への希望だった。その棚橋からベルトを奪取した王者健太が出した条件。机が突き刺さってできた背中の傷が未だに治んねえんだよ。反則最低なし、何でもありのノー DQ マッチ。力ずくで希望を取り返す。一生分の反則をします。しょらー。 IWGP USAB 級選手権試合ノー DQ マッチ、挑戦者棚橋博史 VS 王者健太。